三河健一さんが語った。猿之助さんは裏では苦労なさっていた。いつも私の拙い動画をご覧いただき心より感謝します。歌舞伎に関わる方の動画を一本一本手作りで作成してまいります。下手ではございますがチャンネル登録していただきますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。今日は三河健一さんが猿之助さんについて語られましたのでご紹介させていただきたいと思います。三河健一、猿之助さんは裏では苦労なさっていた。歌手三河健一さんが6月7日東京ラインキューブ渋谷で1年ぶりとなるコンサートを開催した。開演前の取材会で歌舞伎俳優の市川猿之助さんの騒動について語った。三河さんは軽はずみに発言する問題ではないとした上で、個人的にはすごく力のある人で役者として才能をお持ちの人だと思う、でも裏では苦労をなさっていたんだなとコメント。個人的にはあの方のお芝居が好きでしたから私自身はショックでしたと残念そうに語られたそうです。本当三河さんはですね、猿之助さんの才能をですねすごく高く評価感じられて、いらっしゃいました。本当にですね、猿之助さんまずはですね、精神的に、復活されて、その後ですねまた舞台の檜舞台にですねまた立っていただきたいと心より切に願っております。三河さんも同じでございます。ありがとうございました。失礼いたします。